Du 11 au 17 août dernier s'est tenue une exposition exceptionnelle dans une des plus grandes librairies du Japon. On pouvait y découvrir des travaux inédits de Kotabe Yoichi sur la série qu'il anima il y a plus de 30 ans, Heidi. Rappelons que Kotabe Yoichi est un des plus grands animateurs que le Japon connaisse et qu'il a travaillé sur le design des personnages et des jeux de Nintendo pendant 22 ans.前もそうだったんですけど、いわゆる、ハイジの世界、もともとのきっかけはですね、ある版画の、美術賞の方が、僕のハイジの絵を版画で展開して、それもフランスで流行っていたジグレー版画っていうコンピューターを使った、とても、再現力の高い版画の技法があるんですよね。 それでハイジの版画を展開したいっていうようなきっかけになって、それを見た、いわゆる丸善書店が、ハイジの絵で展覧会をやりませんかっていうのが一番最初の話だったんですよね。小田部陽一の展覧会としてやりたいので、過去の作品、キャラクター、あるいは今まで書き起こしてきた レーザーディスク、DVD、ビデオ、パッケージの絵も展示ってことで、いろんなものを、おまけに僕の、ロケハンの時のスケッチもあるし、25年ぶりに、ロケハンから25年ぶりに訪ねた時の僕のスケッチも飾らせてもらいました。以前2回、展覧会の経験あるんですけれども、 描きたい場面はいっぱいあるんですよね、ハイジの世界でも。ですから過去に描いた場面もあるんですけれども、新しくその半分ぐらいは描き起こしました。 これは原画を1回描いたら、それを もしも買ってくださったら全部なくなっちゃうんですよね。新しい絵を作らなきゃいけないんで、僕としてあとても大変なことなので、もうあまりにも大変すぎて、この先続けられるかどうか心配になってきました。それと僕個人でですね、アニメーションと同じフィルム、あるいはセルのような絵で展開したんでは何の 違いもなくて面白くないですね。僕は僕で、もう少し僕が持ってるハイジの世界、もう何て言いますかね、それも水彩でハッと空気感のあるものを描きたいなと思って、こういうふうな淡い色の調子とか柔らかさとか明るさとか、そんなものを表現したいと思って描いています。